こんにちは。そっか、かの久保です。まあ、ご覧になったように、適材適所ってのは、いろんなところで便利に使われてるんですけども、私はいつもね、こういう風に親と思うんですよ。適材適所っていう言葉が使われるたびに、確かに有利な立場に立っている人とか、そういうところにいる人はね、適材適所って言葉が、ああ、自分は自分の居場所に来たんだな、自分は立っとばれる存在なんだな、という風に、自分のことをね、肯定できるから、それは適材適所って言葉好きでしょ いやでもね、実際に今、持ちたい家庭が持てずに、不本意ながら離婚してしまったりとか、そればかりかね、もう恋愛も結婚もまともにできないまんま、50代になってしまった、そういった私たちのロスジェネ世代とかね、それから全然資産が築けなかった、チャンスが全然やってこなかった、まあ就職するときに全然、リーマンショック、その他、就職氷河期、その他、まあ今回の感染症とかね、それから世界大,大不況、こういったものに巻き込まれて、 自分の力を伸ばせなかったその人生が適材適所っていうふうに突きつけられてるような気がしてねひどい言葉だなと思うんですよ適材適所ねでこの言葉って結構ね私たちロス地ン世代を傷つきますよえぐりますよいや俺の適材適所ってこれかよって思わせますよねだから私はね適材適所って言葉はそうではなくってどのようにしたらこの人がベストな人生を歩めるだろうかというふうな道をさまざま政治と一か力で示していくのが 適適材適所のの政治家言言われる、ね、言葉だと思うんですよ自分の身内を給料の高いところとかそれから貧困とは関係ない決心のところに入って据えて適材適所ですとかねこういうことを言って口を拭って知らんぷりしてるのが今の岸田総理だったり前回の菅総理菅総理も全面的に嫌いではないんですけども自分のねお子さんをはっきり言って2位とかなんかチンピラみたいなもんだったんでしょ。それを一気に自分の権限で まあ、ある立場に据えてですね。で、いい気になってるというね。これが適材適所なのかなと。結局、誰でもできるようなことを、たまたま自分の身内にさして、その言葉を封印するために適材適所っていうのを使ってるだけでね。じゃ逆に、俺たちはこれで適材適所なのかと。いうことなんですよ。だからね、言葉の使い方間違えちゃいけないよと思うんですよ。適材適所。それは誰に向けた言葉なのかと。ね。今50 60もうすぐ還暦を迎えるようとしているロスジェネ世代に対していやロスジェネ世代はね君たちは適材適所なんだよっていうことなのかなと思うんですけどね、まあ、ひどい言葉だと思いますよ適材適所私はもう使う気になんないですねこの言葉で結局適材適所って使うまあ言ってみればね、やつらはね、うん、まあお花畑にいるんですよ、うん、その下にあえいでいる国民のことなど何も考えていないじゃあ岸田総理ね自分の お子さんが私たちと同じようなロスジェネ世代で年収が100万、200万、全然非正規ですってことになったらどうですかってことですよ。それが適材適所と言えるんですかそれとも自分の子供は特別だから、権力者の息子だから、いや総理の息子だから、能力に関係なくここに据えるのが適材適所だって言うんですかもしご子息が適材適所だと言うならね、岸田総理自身が適材適所だと言うなら、俺たちを救ってみろって言うんだ。そのための権限を持ってるわけだから。 そんなことができずにそんなことをせずにあえて私たちを見殺しにするのが適材適所における人材なのかと私は言いたいですね怒りを込めて言いたいと思いますそれでは